民はね、初めは反対してましたよ。島にあんまり食の家やなと言ってましたけども、6、7万人来て8万人ぐらい来るようになってから、私びっくりしたのは、みんなうち喫茶店しようかなとか、うち民宿もいいなとか、やっぱり人々の目が輝き出して、きっかけは宮島達夫の角屋なんですよ、うん、あっこをね作るのに125名だったかな、島民の人にありましたね、でセッティングしてもらったでしょ、うん、それでやっぱりえらい喜んだわけですよ。まあアーティストがいろんな方がここに来てね、うん、作品作ってくれるじゃないですか、うん、その時にしばらく半月1ヶ月おられた時に、やっぱりその島の人と交流あるわけですね、もう言葉しゃべれないけども、うん、こんなうちにおいでとか、どうとかどうとか話するわけ、ご飯もどうぞとか、その先を見に若い人が来るでしょ。その時に現代美術やから何かわからんわけで、これ何のこっちゃろう何のこっちゃろうと、そういう時にその物買いからばあさん出てきてね、あるいはじいさん出てきて、あんたこれはね、こういう人の作った現代美術ってこういう意味があるんだ、とうとうと言うわけね、うん、それを見て若い人が腰抜かすわけよ、なんだよここの島はってで現代美術についてじいさんばあさんが説明するっていうのが、じいさんばあさん自信持つわけよ。で そこがきっかけで、今度はもう今度は島のこととかね、そういうことを喋るんだって、まあ、それが、まあ、あと広がっていき元気になったという、まあ、そういう直島メソッドと言われるようになったんですね。私は前から思うんですけど、リンゴはね青い方がいいと思うんですよ。で日本人はよくすぐ売れ赤くなってきて寝れてくる方がいいと言うけども、生涯寝れない方がいいと、うん、で青いリンゴのままで生涯送った方がいいと、うん、直島の人たちは赤になっとったのに青になってきてほーと 思いましたよ、うんうん、で初めはみんな結構ねシュンとしてたから、あもう売れたリンゴで終わりかなと思ってたのが、ぐっと青くなってきて、ね、うん、近頃は積極的な、うん、やっぱり積極で、うん、だからやっぱりこうそういう面ではね、やっぱり一つの地方都市の、ね、見本みたいな、うんうん、でも日本じゃないしね、世界中やっぱりね地方都市困ってる、うん、そういう面では地方都市の見本みたいなもんで、そう直島の人を元気にするために美術館作ったっていうとこあるから、うんうん、そうですね、うん、まあ、これがどんどん、まあ、発展していって、この考え方を世界中が、ね、そうそう真似をすればいいと思うんですね、うん、だからこのデザインを真似するには考え方をね、そう真似すれば結構世界中あちこちにそこだけにしかできないもんできると思う、できると思う、うん、志っていうのはちょっと生意気だけども、やっぱり富を創造することができるのは経済、企業経営でしかないわけだから、その金はもっとね文化とか地域再生のために使ったらどうですかという、まあそういうメッセージもあるんですけどね。